じゃあそれぞれ食べていきたいと思います。まずはささみプロテインバーいただきます。まあまあ魚肉ソーセージみたいな開け方も、まあ、至って魚肉ソーセージみたいな開け方ですね。ここを取る、あ、はい、でもついていく。でコツはここ持って親指の爪でこう引っ掛ける感じでこうプシュッと開ける感じ。プロテインで塩味、塩辛いもの、これ結構貴重ですね。次は甘いのいきたいと思います。まずはプロテインバーチョコレート。僕これ開け方が好きなんですよ。ここからもむく剥がす、ちょっとなんかこんな感じで、じゃあいただきます。パサつきもなく、チョコレートクランチ食べてるような感覚でいいと思います。味はなんか多少なんですかね、まあ、やっぱりチョコレートというよりは、うん、プロテインのチョコレートの味付けなんだなって感じですね。本物のチョコレートにはやっぱりかないませんけども、食べきれば 15g 摂取できるっていうので、あの僕みたいな人間は頑張って食べちゃいます。非常に美味しいです。ヴィランの商品だって食べてね、レビューしに行きないですか。非常にあの汚い話申し訳ないんですけども、こうやって残るんですよね。でこれはまあスタッフもいなく僕ただあの自撮りしてるだけなんで、このレビュー終わった後にすぐあの全部美味しくいただきますのでご安心ください。はい、次行きましょう。ちょうどねこっちの普通の方食べたばかりなので、タイミング的にはこれですね。いいやと思います。食べ比べです。いわゆる。はい。まあ、こんな感じ。ここからこうやって。ペロン、ペロン、ペロン。こういう感じですね。そうすると、今こっち側も、きれいに外す。こういうふうに開く。ので、する、する、する。取り出す。見た目はまあ同じです。はい、いただきます。鼻を抜ける風味みたいなもの、やっぱり違いますね。これはローズヒップっぽい、ローズヒップ由来のティリロサイド 0.1mg、うん、あれはプレミアム。OK。はい、続きましてはマツキヨラボ縛りというか、これいきましょうか。はい、開けてみますね。開けた後に、こうやって開けた後にチャックありますね。はい、開けるとあこんな感じですね。はい、見えるでしょうか。こんな感じでごそり入ってますね。うん、こうハロウィンのお菓子セット、キャンディーの詰め合わせみたいな感じ、嬉しいですね。これ全部、まあ、同じ味ですけど、はい、です。あ、細長い、細長いですよ。これさっき食べたものこんな違いありますね。上が、まあ、単体で売ってるプロテイン 15g 配合のもの、下が 10g の方、見た目違いますね。でもまあ横は若干長いけども、縦幅で言うとなんか結構2倍でいけるんじゃないかな。食べていきますね。これやっと食べます。すいません、だいぶお待たせしました。抜くとタラーン、スティックタイプ。うん、鼻から伝わる風味違うし、別物ですね、この2つ。
別物です。味違いますね。なんていうのかな、プロテインの含有量の割合違うとどうも多分バランスが変わってきて味も変わるのかなと思います。美味しいですね。うん、プロテインファンをぜひお近くの薬局に、これ何だろうな、なかなか置いてないのかな、わかんないけど、まあ、大きいとこ行ってみてください。プロテイン 20g まで、このサイズでプロテイン 20g まで頑張れば詰め込めるってことですね、きっと。このサイズのバー単体でプロテイン 20g 以上配合させること、これ技術的に可能だと思いますので、おそらく来年あたりプロテイン 20g 配合されたバー出るんじゃないでしょうか。あ、ていうかごめんなさい、このすでにありましたね。はい、これ 20g ですね。重さで見ればいいのかな、こっちの方マスキオラボの方 15g の配合、1本あたり 36g、 これ 36g ですね。でこっち見ると 54g なので、やっぱりこっちの方が詰まってる感じ、内容があるっていうと語弊があるけども、なんていうんですか、密度が、プロテインの密度が濃いそれもなんか表現としてなんか、あまりねぴったりくる表現じゃないかもしれないですけど、密度の濃い、プロテインの密度が濃いバーですね。あの重さも重くなってます、 54g ですね。こっちはで、こっちは 36g なので、まあね、本気出せればね、プロテインを15から20にした、 5g 増やしたこのサイズ感で、そうすると多分重さも増えるんじゃないかな。で何でしたっけ、あ、そうそうそう、これは食べるところでしたね。でこれ 10g 食べたいと思います。 20g なんで、多分味はね、今までのものよりも若干パサパサしてるのかなっていうのが僕の見立てですけども、早速いただいています。出すと板チョコ感ありますね。僕が想像したよりもパサパサ感はないです。そしてよく見ると、さすが森永さんっていうんですかね、ここ純チョコレート書いてある。これリアルなチョコレートまではいかないけれども、プロテインを食べてるなっていうこう感覚はないですね。パサパサ感はない。こういった商品見てみても、純チョコレートとは表記されてないし、これは本当にだってチョコレート味書いてないかな。あとは純チョコレートという表記はどこにもない。これももちろん純チョコレートはっていう表記はないですね。なのでチョコレート味だっけです。これの表示、純チョコレートで表示できるということは、これチョコレートに近い商品、味付けをしていきたいということですね。美味しいですね。Thanks for watching.